イツアーク、シュテルンイツアーク・シュテルンは、ユダヤ系ポーランド人の会計士、イザック・シュターンとも表記される。彼は、映画、シンドラーのリストで、実業家、オスカー・シンドラーの会社の会計士として知られるが、実際は、ポーランド、クラクフの織物会社、ブーフハイスター商会の会計主任、後に、プログレス産業の従業員だった。クラクフゲットーが解体されてからは、 クラクフ・プワシュフ強制収容所内のオフィスで働いた。シンドラーが工場をブリュンリッツに移転した際、シュテルンもシンドラーのリストに載せられた他のユダヤ人と共に工場の従業員として移った。シュテルンはシンドラーの右腕でシンドラーによるユダヤ人の救出に際してはその中心人物として働いた。彼は役立たずとして殺されるのが 確定的になったユダヤ人にも工場で働く機会を与えた。また、例えば物書きのような人を金属化高校と偽るような書類の偽装も言った。イツアーク・シュテルンとオスカー・シンドラーの関係は当初は純粋に仕事上のものであったが時の経過の中で彼らの間に深い友情が芽生えていった。イツアーク・シュテルンが1969年に亡くなった。 時、シンドラーが、その埋葬を手配し、その友人たちの中で人目をはばかることなく号泣した。映画、シンドラーのリストで、シンドラーがシュテルンを、貨車から救い出すシーンがあるが、実際に救い出されたのは、シンドラーの会社の事務主任、アブラハム・バン・キール。ありがとうございます。